コンプライアンス週間といいまして、はい、よく聞くと思います。コンプライアンスっていっていろいろこう、まあ法令遵守といいますか、それはコンプライアンス委員会監視のもと、適切な番組作りを目指した企画での出来事。じゃあ早速得意な料理とか。はい。いやいや、どこでですか。なんと番組制作ボードに重大なコンプライアンス違反の疑いが。これですか、耳を動かす。いやいいよ、そこ誰も食いついてない。食いついてくださらないんですよ。私には興味がないんじゃないですか。いやいや、そういうことじゃなくて、そんなエビデンス、エビデンスってエビデンス、はい、あ、参ります。覚えてますね。取れました、エビデンス取れました、ありがとうございます。はい、さあそれでは早速得意な料理をめくってみる、はい、さあこれがそこです、ピーマンの。はい、いや有田さん、もう無視していいですって。あ、これがこっちがあるってことは、こっちありますね。バドミントン、あ、エビデンスですね。点数入れられた方みたいってこと。入れられた方、はい、じゃあ、はいはい、水川さん。ああいや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 、水川さん、さすがに無理ありましたけど、さすがにごめんなさい、はい。